はい、皆さんこんにちは。あずさんに負けず頑張っております、神田川さんの、困った時の神田の、困った時の百歩番かな。まあいいでしょう、今回ですね、私アメリカに帰ってきまして、2つの話をちょっとしたいです。で、1つは手短、ちょっと危険な話なんでね。で、1つ危険っていうのはね、別に世界情勢とか戦争とかそういうのは別に僕危険だと思ってないんで、あるものですけど、あっては欲しくないことにとってあったんで、その報告をちょっと匂いだけでもしとこうかな。で、もう一つはね、やっぱりマスコミですね。僕はやっぱりプロパガンダとかそういうことを考えたときに、ニコニコ動画を聞いてちょっといろいろ思いました。そんな話も含めて今日は9分間のこれね、一人で切に語りたいです。マスコミのプロパガンダとか言えない話、いっぱい、搭載しちゃおうかな。そんなわけでお送りしたいと思います。もうカリフォルニア涼しいんですけど、部屋が暑い、ガムかとかだからいいでしょう。ということで行ってみましょう。はい、困った時の神頼み帰国スペシャル、よろしくどうぞ。はい、ということでございましてね、帰ってきました。で、カリフォルニアに帰ってきた時にやっぱりいろいろ問題があることってのは、やっぱりビザ取得なんです。で、このビザを取得の時にやっぱり僕ね、ちょっとね、いろいろあったんで、この話先にしたいと思います。僕のビザの取得を妨害するという動きが実際ありました。で、それをキャッスルでやっぱりね、いろいろといろんなマシャンから通報を受けまして、いや、僕がね、帰ってくるとやっぱ都合の悪いという形のものがあって、まあそれはね、なんてことなかったんで、大したことないです。その妨害の方法は、私のところに、ビザの推薦データが届かないようにするとか、まあ一部の人間に推薦状書かないでくれとか言った話が出まして、最終的にはまあそんな話があって、弁護士もですね、弁護士に取らせないように、スポンサーにも取らせないようにという話がありました。で、まあみんなからそういうの話を聞くと、まあ残念ですけど、ただやっぱりね、それ以外に支えてくれた人たちがいるので、それで私は何も問題なく帰ってこれました。で、弁護士とも会いまして、でね、取ってくれた弁護士とね、一緒にいっぱい飲んだんですけど、素晴らしいヒストリーだから何も問題ないと。まあそんな形で、これはね、また別の機会にやります。ただね、こういう形で嘘が流れたり、そういういろんな邪魔工作って、今のテレビ、またはそういう話でね、安倍政権の集団的自衛権とかその他のいろんなものありますよね。これに非常に似てる部分があるので、やっぱ真実を見てもらわないと困ると。悪い噂って作りやすいんですよ。ね。で、僕がテレビ朝日やった頃に、やっぱり悪い噂を先に作るんです。嘘なんです、これ、全部。作りました嘘。そしてその後でそれは嘘だったってグループを作るんです。それで叩くんです。それはね、嘘は自然と流れた形で匿名じゃないんですよ。それが今テレビ朝日のテレビ報道なんかによく行われることです。で、まあ、よくあるのは主催者発表ってあるじゃないですか。例えば国会の周りをね、例えば主催者発表とか新聞の発表だって12万人取り囲んだって。12万人国会、取り囲めないんですよね、簡単に言うとね。これ全部嘘で、本当はその10分の1、5分の1か10分の1なんですよ。その反対集会ばっかりで、賛成集会を全く報道しない。どれほど、やっぱり日本がちゃんとこの法案が通ったりすると困る人たち、または困る国があるからなんですよ。で、これはもちろん中国であって、韓国なんですね、いろんな意味でね。で、中韓はスパイも含めてたくさんの人間たちが日本に入ってて、政治機構とかそういうところにも入ってます、マスコミにも。だから、これをね、よく映画みたいとかね、なんだ漫画みたいなって言ってる人は単なる平和ボケですね。実際世界中どこでもそうです。そういうスパイ合戦というのもいろいろあって、日本はその諜報機関というのがなくてすごく弱いんですよ。はい。でね、面白かったのは、そんなことがありながら僕はイライラして、まあイライラっていうかね、まあまたこんなこと報道してるよとか、まあやってたんですけど、ニコニコ生放送ってすごいじゃないですか。今ね、テレビの視野を奪ってニコニコの方にみんな見て YouTube を見ると、だからテレビの視聴率がどんどん落ちちゃって 20% いかないのが当たり前ですね。なぜならばみんな若者たち、本当にこれからを作る若者たちは、ニコニコ見るんですよ。名前は俺もね、やっぱり僕も60になるとニコニコ生放送なんて言うと、なんかオタクやってるしょうもねえやつだなと思いがちですが、国会中継から何から精力的に面白く見せるところなんかすごいですよ。で、その中で小山茂春さんが、靖国問題で靖国神社を、なんか批判した反日の映画を作った中国の監督との対談がありました。で、この対談はね、もう一人コメンテーターで、やっぱり反日系のコメンテーターがいたんで、でも青山さんはね、堂々と、青山茂春さんですね、やり合ったんです。ところがね、まあ最後の方にやっぱアンケートができるのがニコニコのいいとこじゃないですか。で、首相が、要するにね、靖国に参拝することどう思うかっていうのをアンケート取ったんですよ。で、ニコニコ生放送ですが、全くランダムですね。右が固まってるとか左が固まってるって若い人たちが見てる。な、僕らも見てますから、若い人とは限りませんけどね。要するにテレビにヘキヘキしてる人が見てるんじゃないかと思いますが、まあ、安倍首相は行くべきじゃない。とか、安倍首相を含む国会議員は行くべきじゃない。安倍首相、国会議員、地方議員など全ての議員は靖国に参拝するべきじゃないというのと、勝手に参拝したらどうですかっていうのを投票したんです。で、なんと、勝手に参拝しなさい。誰が参拝してもいいって言ったのが 96% 以上。これ信じられますか？
安倍首相だけ行くべきでないっていうのは 2% で、あとは 0. 何パーセントずつですよ。驚きましたね。それほどみんな実は安倍首相の靖国参拝を認めてるわけで、でそれ以外もね、いろんなあれが出ました。もうそのあれでね、ただ日本人はやはり日本のことを考えてるんだな、若者は、と思いましたね。だからそれを見たときは僕ほっとして安心したんです。テレビとか新聞の世論調査だと安倍支持率が何パーセントに落ちたとか、そこから変わらないでしょ。ところがもうね、これね、それは新聞の支持率でこれも上がると思いますね。うん、これからね、どんどん上がると思います。だから一般の若手とかそういう人たちの支持率の高さってのは安倍政権すごいんですよ。やっぱり今までじりじりしてしょうもなかったんでやってくれるっていう考え方、これがすごいんでしょうね。だから実はテレビとか新聞は虚実の報道をしてます。本当に面白いです。この間僕はあの辺野古集会の、なんだかね、辺野古賛成集会に出てきましてね、マスコミはどれだけ、もうみんなで言ったんですよ。どうせこんなこと言っててもこのことすら誰も書かないでしょう。記者会見でいっぱい来ました。どこも書きません。正当な本当の話は書かないんですね。百田さんとかみんな来てね、やったんだけど、それほどね、一般の民放とかまたは新聞って腐ってんです。で、産経新聞だけ少しあのちゃんとっぽく書いてますね。でもこれでも弱いんですよ。読売もちょっと書いてます。だから日本人の今いけないのは、 NHK が安倍さんをちょっとでも褒めるとあの公平じゃないとか、おかしいでしょ。これ日本人じゃないんですよ。まず皆さん重要なのは、要するに真実のことが本当に出てしまうと、日本は政権強くなって固まって野党も勝てない。で、野党ははっきり言って他の国の党です。これだけ大事なことある。本当だからね。岡田さんもちろん日本じゃないし、当然小沢さんも日本人じゃないし、大体民主党、社民党全部と民主党のほとんど、共産党の、まあ共産党は共産党員ですか、なんとも言えないですけど、基本的なものってのは、日本ってのは外国人たちがたくさんやって、パチンコ屋にしても何しても全部その利権を取ろうとしてるんです。安倍首相のやってることってのは、それを日本人の手に取り戻すことで、ものすごくそれは安倍さんはね、いろんな圧力を受けてるんです。それでも負けないで頑張ってるってことは、僕ら応援したくないといけませんね。例えばほんのちょっとでもね、例えば日本が攻められてる戦争いけないなんて、そんなのダメだって言った。だって武藤さんって議員いるじゃないですか。彼なんか、言ったっていいじゃないですか、別に。ね。それなのに攻撃されて、ね、お金のことだとか、ね、買春疑惑だとか、ありもしない嘘を並べられる。嘘なんです、これ。ね。百田さんが言ったことも全部、ね、例えばマスコミ言ったことは全部嘘です。嘘でもダメージがすごいんですよ、人間って。だから、そういう意味では僕は表に出たりするのは嫌なんで、隠れて動きますけど、それほどひどいものが今の日本のマスコミだったり、日本人の気質だったり、日本じゃないですね、キョッポの気質ですね、要するに機械人の気質で、やっぱり朝日新聞とかそういうのさ、新聞一部も売れなくてもビルとか土地持ってるじゃないですか、六本木のヒルね、あれでなんとかなっちゃうとね。だから僕らもこれから考えなきゃいけないことは、テレビに対するあり方、やっぱりテレビを変えて、まず新聞もそう、一個潰しましょう、朝日から、うん、これがやっぱり大事だと思う。一つそういうような警鐘を鳴らして、国民がもう騙されないぞっていう風にやらないと、それは政治じゃない、マスコミにです、と思いました。はい、最初に戻ります。本当に僕ね、こう帰ってこれてよかったなと思ってるのは、このビザのことなんですけど、本当にみんな協力してくれました。たくさんの人だから、キャッスルに来た時にものすごくみんなが喜んでくれた。だけど、私をキャッスルにいさせたくない人間、アメリカから追い出したい人間ってのは本当にいるわけであって、案外近いところにいるんです。で、そういう人間たちはプロパガンダ、嘘を流しますね。だからその嘘っていうものは流すだけ得だというところを、まずなんとかみんなで解決しなきゃいけないなと思いましたね。真実の私はこのままです。皆さんご存知でしょう、私と付き合った人。何の逃げ隠れもしない、本当にやってます。だからアメリカでこれからいい仕事をします。ただ私は政治はやりません。本当のことは伝えます、政治のことでもね、経済でも。だけど私の本業はマジックです。で、これからマジックの世界として、もっと若手とか、もう一つ言うと、例えば自分もそうです。ね。いろんな人たちを盛り立てて、行ってみたいと思います。おかげさまでまだフットワークがいいし、まあお金の心配もないので、とにかくなんとか頑張ろうと思ってますね。忍者リングの新製品もまた出ますけど、ここはまあもう妨害できないでしょうね。それはね、私にはね。うん、なんとかね、その妨害ってことを、もうくだらないからやめていただいて、自分のマジックに精進してほしいなと思ってます。逆にそうじゃないと自分がいられなくなってしまうんじゃないかなって気がしますね、キャッスルにね。はい。でも、マスコミ気をつけてください。僕はもうくれぐれも言いたいこと、マスコミは本当に危険だから、信じる、信じないってね。まず信じないとこからスタートしましょう。ね。一部信じられることがあるけど、都合のいいことしか絶対に流しません。マスコミはね。うちのおじさんが、毎日新聞でした。うん。の上まで来ました。だけど、ひどいです、本当に。うん。もう本当に毎日新聞はひどいと思いましたね。おじさん知ってるから。うん。まあ今、その家族とは絶縁してます。おじさん死んじゃったんだけどね。奥さん日教祖です。日教祖の悪さもひどい。
もうだから中間とかいう問題っていうのはやっぱり日本が主導権でアメリカとやって形を作って、それに対して譲らない形を作らなきゃいけないってことを痛感して、私はアメリカで今後また頑張って活動します。それではまた来週、どんなことがあるか分かりませんが、さようならです。どうも皆さんありがとうございました。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。